まるで洗濯機の中。やっぱり点検用ハッチは乗るとこじゃないよ。お尻しこたま打ったわ。え？これどうやって降りるの？点検は1、消防、はしご。あ、そうか、登ってきたあれか。怖い、滑ったら下まで落ちると思ったら手にすごい汗かいちゃった。BJ、 私たち戻ってこれたんだよね。このロボットタイムトラベルもできちゃうなんて、さすが宇宙人のテクノロジー。あれ、三浦くん出てきてないの？外に？まずいんじゃない？ MIB に捕まってエリア51に送られるよ。うわ、パトカーとか集まってきてる。ビルとか壊しちゃってるし、警察に捕まるよね。そうね。でもこれどうしよう。ともかく BJ を隠さないと。また出てきてる。閉じ込めてごめんね、BJ。でもまだ MIB がうろついてるの。誰か来る前に行かないと。あれ？研究ノートがない。忘れてるような。仲良しのユキちゃんが MIB の人間だったなんて、 BJ のことはユキちゃんにも相談できない。宇宙人の研究ノートどこにあった？今日の授業中書いてて。そうだ、視聴覚室に持ってった。大変、置き忘れてる。記録を誰かに見られたら大変だ。何はともあれノートの回収よ。見つかってよかった。ミノミ隊員、これからは最高機密が漏れないよう厳重に保管し、管理を怠るな。はっ、気をつけるであります。約束、すぐ移動を。
わかってる。ゲートでしょ。キラー出撃説敵対進行がこちらに近づいている。何それ。不明予測危険率は高い。ここから早く離れろ。あれ、ウサミ。違う。ちょっと何すんの。当たったら危ないでしょ。逃げろ。どうなってるの。なんでウサミが。力に取りではない。偽物なの。そうか、BJ を捕まえるため悪い宇宙人が作ったロボットね。ここ、お手洗いに逃げ込んだんだけど。袋小路が逃げ場がない。そんなこと言われても。仕方がない。UFO が現れると目撃者に警告したり活動を行うと噂される謎のエージェント、それが MIB ことメンインブラック。な、あれから結構探し回ったけど三浦君はどこにもいない。きっと MIB に捕まったんだ、私のせいで。17番機トライポ BG なん。彼の名は悪い宇宙分 UFO。 もしも BJ が見つかり素早きっと。うわ、もうそこまで来てる。どうしよう。ともかく隠れよう。やれやれ、あまり乱暴はしたくない。おとなしく出てこい。また誰か来た。驚いた。なぜここが。消えたはずの17番の信号でここに呼ばれたの、うん、426を見つけたからには見過ごしておけないわ。何か企んでるのでしょうが、これ以上好きにはさせない。君は俺を目の敵にしているが、あれはイダの妄言だと理解した上でか。あなたが多くの犠牲をもたらしたのは事実だわ。ここで破壊する。機械のくせに感情的じゃないか。パワーはこちらが上。なるほど、確かにこっちはガタが来てる。銃もまっすぐ撃てない状態だ。君がスクパーね。姿からは想像できないよ。私が呼んだ。しかし、
だ。やつの離れろ。うん、君が一緒だったとはな、三浦君。貴様はそんなボディを入れ替えたら、やつの壊れてはいない。BJ は私が守ってみせる。何か勘違いしているな。目的、南夏乃。え？君は町を壊す怪物どもの新たな命令者だ。そして今から君の命令は俺だけのものになる。こんなとこにいるの？しかもこれ、何があったのよ。わからない。確か私、これ取りに戻って、それからウサミを見たような、こんな状況覚えがない。なんか刺さってる。よし。ここでは心もとないな。スカル、え、もしかして玉尾さん UFO で何かされたのでは。誰？入部希望者？いえ、その、ああそうか、その子入部届出してずっと来てない相葉さんでしょ。相葉エリカさん。相葉さん、確か D 組だよね。南さん C 組で隣のクラスだ。え、そうです。病気治ったの？いや、この子は治ってないのでまだ来れない。え、そう。残念だけど無理しないで。玉尾さんに似てるだけ。隣のクラスにこんな子いたっけ？相葉エリカ、D 組。隣のクラス。ずいぶん変わった子だね。ですよね。そうだ、先生に報告しとこう。BJ、あの子に正体バレちゃったの？あの子、今いたじゃない、相葉さん。ここには誰もいない。ああ、行こう。部活もうすぐ終わるからね。夏の今なら黒服いなかったし、抜け出せば見つからないかも。ダメよ、顔を出しちゃ。あ、あれ？夏の帰るの？見つかったか。先輩には内緒で、この星の危機なの。一刻の猶予もなくて。はいはい。
と地平探索範囲。今度はどこを探すの？1945年、見つけたのは別の騎兵だった。移動できるザ・セクトラファリブ1971反応なし。セクター2が怪しいよ。セクター2最初の場所だ。逃げ出して何も探せなかったもんね。もう一度ちゃんと探してみよう。アクセスコード承認。セクター指定。トライポッドはいないみたいね。でも油断は禁物よ。さあどうやって探そう。カツとここで待機。え、 BG だけで探すの？火災が続いている。地上は危険。探索経路所要時間27分。そんな、ここまで来て置いてけぼり？せっかくのタイムトラベル待つだけなんて。すぐ戻ればいいよね。ちょっとだけ探索しよう。なんだなんだ、こっちの方で何か光った。あ、これって騎兵なんじゃない？私が先に見つけてやった。置いてったりするからよ。あ、 BG！バラバラだわ。なんで？ BG、 返事をして。何があったの？ あ、そうよ、脳みそ。頭脳さえ無事ならきっとまだ助かるはず。どこ？これかな。この電球みたいなのがそれっぽいと思うんだけど、部品の上に文字がある。四季島、四季島ロボテクス。四季島って日本の会社の？バカね私、 BJ は宇宙人なんかじゃなくて日本製のロボットなんだ。BJ は宇宙人なんかじゃなくて日本製のロボットなんだ。 あの音、カツと話した。 BJ！ じゃあさっきのは違うロボット。 BJ 見つけた。予感遠隔操縦型8万機兵BJ は宇宙人なんかじゃな、日本製。あなたも四季島ロボテクス製日本製のロボットなんでしょ？宇宙人なんかじゃない、そうなんでしょ？そうよ、これだってきっと四季島の。まさかトライポッドも。四季島重工事実学400グレーン、ハイグアット160G。嘘。火星開拓用ロボット重機。なんでよ、火星用のロボットが地球を襲うの？地球は襲ってない。ここは地球ではない。地球じゃない。推測が爆笑はなく、今は可能性。バカにしないで。推測と根拠は記録だ。
それで計画惑星117のうち最有力は12光年先の惑星系です。成功するとは思えんね。お前は確か教授の娘だったな。設計の手伝いをしています。移住船のか。随分小型だが。宇宙の過酷な環境下では長期間の生命維持は不可能ですから、箱舟に乗るのは DNA 情報だけです。計画の最終段階で人間を再生します。宇宙人の出来上がりというわけだ。どれぐらいの人数を見積もっている？600万人を計画しています。計画の認可が降りると思っているのか？母の説明を聞いていただければ。話にならん。自己満足だけの実利のない事業だ。親父が死んだからには好きにはさせない。この研究は整理する。資金も停止だ。そんな、待ってください尾形さん。ミナミタクロット ID-1188-2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 188-
ザ・未来・ザ・発露わからないか君・ザ・作られた宇宙人だとしたら、え？ここか。ずいぶん立派に変わったもんだ。さてと、あいつがここにいるかわからんが、怪しまれんよう裏へ回るか。建てて間もない校舎だったはずだが、ずいぶんくたびれちまったな。ついこの間ここへ慶太郎を迎えに来たのに、浦島太郎にでもなった気分だ。そちらのお嬢さんは？東京からこちらに来たキリコちゃん。同時キリコです。なんて素敵な方だ。私は肘山隆俊。あなたのような方に出会えて今日は人生で一番の日です。面白い人。高俊さんこそ素敵です。いえ、そんな。こんな場所で一人でにやけて。キリコさん。いや、沖野。やっぱり君は面白いな。うん。アジトで寝てればいいのに、すぐに追いかけてくるとは。貴様を逃がすわけにはいかない。アジトも教えた。逃げたりしないよ。信じてないんだ。貴様の目的を全部説明しろ。そうか、まあそうだよね。でも話しても信じるかな。時間旅行も目の当たりにした。今さら何を聞いても驚かん。もったいぶるな。狙いは何だ。世界を滅ぼす者の阻止。ここにも間もなく現れるだろう。ものすごい数でね。なんだそれは。問題はそれが何なのかではなく、なぜ来るのかだよ。原因は D コード。君に分かるように言うなら、君や三浦君と同じ改造人間で彼らを呼ぶ信号を出している者がいる。意思とは関係なくね。騎兵が戦う相手というのはまさかそいつか。彼らは巨大だ。俺と同じ改造を受けた奴がそれを。俺たちの改造は騎兵に乗るためだろ。騎兵は作ったけど、君たちを改造したのは僕じゃない。インナーロシターには謎が多いんだ。だから調べてる。インナーロシター？君たちの体に構成されるすごく小さな機械の集合体だ。俺は何をすればいい？学校はまだ授業中だ。君は目立つからな。
人でうろうろして教職員に見つかると僕が今後やりにくくなる。昼休みで人が増えるまでここに隠れていたまえ。机に突っ伏して眠ったせいで首が変だ。大きのはまだのようだな。外に出るか。いや待て、大木野の言いつけを思い出せ。奴は昼まで待てと言っていたがずっと眠りこけているわけにはいかん。ソースで絡めたそばをほろ甘いパンで挟む。戦後の世界でこれだけは、焼きそばパンは認めざるを得まい。騎兵は未来の兵器。何やら苦々しいが、それならば合点も行く。電算機一つ取っても想像を絶する代物だった。騎兵、いや、外は静かだがまだ授業をやっているのか。見つからんようにと言われたら出るに出られんが。高利、何をバカ正直に沖野に従っとるのだ。もう待ってられん。それでね。まさか。勉学が本分の学生の身 で、ね、男女交際などとけしからん、ま、でもあの夢は。あの女性と本当にとても可愛らしいな。だが男を見る目がない。それでね。まさか。そんなことないよ。絶対そうだって。ねえ、今の人かっこよくない？そうですか。あんな人学校にいたかな。あれは今ここで目をつけられたら大きのに大目玉を食らうだろうな。あんたか、この時間にここで待ってるって。手紙を下駄箱に入れたのは。はい。かわいい。いや、で、何の用だ。あの、あなたが好きです。マジで、あんたが俺を。はい。キサラギのやつ、俺をボロクソに言いやがるが、やっぱ俺ってモテるんじゃねえの。嘘だキリコさん。あの野郎、人の女に。ん、なんだお前。おい、歯食いしばれ。ああ、しまった。ひどいな、肘山君。いや、これはもしかしてやきもち。バカを言うな。そいつを殴って悪かった。別に貴様がそいつを好きでも俺は。君は何を言っているんだ。男の僕がそんなわけがないだろう。なぬ。まあいいだろう、ちょうどいい。家庭はどうあれ尾形年次は確保できた。さあ、彼を旧校舎に運んでくれ。うん。告白されたのが嘘だとも知らず、なんて幸せそうな顔で伸びてるんだ。哀れだな。
こいつが俺と同じ改造を受けてて世界を滅ぼすのか。滅ぼす奴に信号を送ってる。そのはずなんだがどうも変だ。尾形年次からは命令信号が出てない。D コードの発信者設定が変えられてる。これでは全員のコードを調べて回るしか。面倒だな。騎兵があるじゃないか。貴様はそのために作ったと言ったぞ。そうだ。だが19機を投入した戦いで一度負けてる。戦いのルールでも変わらなければ騎兵一機で勝敗を左右できるものじゃない。太平洋戦争を知る君なら分かっているはずだ。物量で上回る敵を相手にする無謀さを。騎兵で戦うのは最後の手段だ。見つけた。手がかりだ。だがこちらからはアクセスできない。できるのは彼だけか。さてどうするかな。起きちゃったか、肘山君。あ、起きの。これは一体。尾形年次からは結局何も得られなかったからね。君のコードをちょっと調べながらいろいろと考えていたんだ。すぐにほどけ、さもなきゃ。今さら嫌がることはないだろう。交渉の実験室では二人きりでずっと僕がこうして君をいじくっていたのに。な、何？たとえそれが事実だったとしても今はもう状況が違う。本気で怒る前にほどけ。おかしいな。数値は言葉と反対の反応だ。大好きな僕にこういうことされて本当はちょっと嬉しいんだろう。変態だな、肘山君は。いい加減にしろ。じゃあもっと君の心を調べてみようか。な、これは驚いたな。そんなに僕を。バカを言え。なるほど、君は自分を偽って対面を保っているんだな。隠しても体の数値は正直だぞ。嘘だ。どれ、詳しく調べてみよう。やめろ。へえ。やめるんだ。これはやめてくれ。おう。何か悪い夢でも見たような。しかしまた置いていかれたな。あいついつ寝てるんだ。ここから学校まで歩けば昼には着くだろう。今は少しでも節約しなければ。なるほど、沖野の言う通り今は封鎖された旧教員玄関なら誰にも会わずに侵入できるようだ。さて沖野はどこだ。よしよし。なんだこの異様な胸の高鳴りは。よく慣れてるな。たまたま見かけた野良猫だけど僕が餌をやってたらここに住み着いちゃったんだ。だから毎日餌をあげてる。そいつも俺と同じく貴様に翻弄されたわけだな。君の面倒も見ようか。そんなものいらん。さ、行かなくちゃ。どこに行く。そうだ、慎太郎が食べ終わったら猫缶を片付けてくれないか。慎太郎？その子の名前だよ。頼んだからね。
知れば知るほど危険なやつだ。勝手に人の脳をいじくり回すなんぞ、正気の沙汰とは思えん。猫缶の下に何かあるぞ。これは150円。沖野、もしや貴様、俺のために。おっと、あの女性は学校の教員。他の場所に行くか。あの子は焼きそばパンの君。あ、俺のことはわからないか。あの時はひどい格好だったものな。待てよ、彼女がここの生徒ということはこの学校で売っているのか。あの時の焼きそばパンが。あれだ、残り2つ。危ないところだった。最後の1つ。焼きそばパンください。間違いない、これだ。あの時の焼きそばパン。このままでは餓死してしまう。やはり背に腹は変えられん。表通りまで出れば捨てられた食べ物が。バカ野郎。帝国軍人ともあろうものが犬猫のようにゴミを漁るなど自決者だ。とはいえこれではとても日雇いには出られん。暖かくなったと舞い上がって川で行水などしたのが運の尽きだ。風邪をひいて動けなくなり食費が尽きて早3日。キリコさんを見つけられず、こんな場所で俺は死ぬのか。あの、大丈夫ですか？もちろんですよ。お腹が空いているんですか？買いすぎちゃって。焼きそばパンですが。焼きそばパンいただけるんですか？よければどうぞ。いただきます、焼きそばパン。うまい。こんなうまい食い物がこの世にあっていいのか。味わって食べたかったのに一息に食べてしまった。そういえばお礼すら言えなかったな、焼きそばパンの君。ここなら落ち着いて食べられる。最後の一つが手に入るとは、これも日頃の行いだな。どこにいるのかと思えばそれを買いに行ってたのか。沖野、着替えたんだな。あからさまに残念な顔だね。スカートに履き替えようか。いらん。ひらひらした布で隠れてるけど下半身は下着一枚だけで丸出しなんだ。あれで往来を歩くのは僕にはちょっと抵抗があるよ。嘘をつけ、貴様好きでやってる口だ。それに卑猥な言い方をするな。郊外は補導される危険がある。午後の授業が終わったら戻ろう。それまでここでおとなしくしててくれ。それではいただくとするか。
焼きそばパン半分食うか。え、別にいいよ、お腹は空いてない。君の楽しみなんだろ、遠慮せず食べなよ。そうか。優しいんだな、肘山くんは。よし、食べるぞ。うまい。これだ、俺を救ったのはこの味。焼きそばパンの君に感謝だ。今度会ったらお礼を言わねば。いや待て、合ってるぞ、あれは。やれやれ。まだ続けるのか。もちろんだ。あいつ本当に知らないんじゃないか。切り替えの情報は残っている。発信者が分かれば信号の制御も可能かもしれない。どこへ行く。幹線沿いのコンビニさ。昼から何も食べてないだろ、何か買ってくるよ。気分転換だ。君は何がいい。焼きそばパン。そればかりだな、他に食べたいものはないのかい。バカにするな、他の食い物も好きだ。食ったことはないけどな。よくそれで好きだと言えるな。ソースで絡めたそばを千焼きそばパン。騎兵は未来の何やってんぞ。そこにいるのは誰だ。女学生。もう暗いぞ。それにこんな場所で何をしている。あれ、あんたどこかで。あの時俺を救った焼きそばパンの君じゃないか。待ってください。その上はちょっと、その、ごめんね。焼きそばパンの君がどうして。